これもまたニューヨークでクラブであの CG を利用したその映写機に映像を映し出してるお店があって、そこで初めて出会い、あ、なんだろうこれって思って、それからすごい自分で興味が湧いてきて、ちょっとやってみたくなって。